はい、文からです。今回もやっていきたいと思います。よいしょ。今回はですね、羊がここにいるんですけども、ちょっと鳥さんはこの中で飼っているのでいいんですけど、羊が外にいるのでちょっと羊小屋を作ろうかなと思います。で、鳥さんなんですけど、今こんな感じで柵にしました。今もこうやって出てるんですけど、ガラスだと結構出ちゃうんで、こんな風に柵で掘ってあります。よいしょ。でここにぶつけてこうやって鳥を産むみたいなことです。よし。じゃあここはまあこれでいいとして、多分ねこの子たちもねここから出たんですよね。多分ねここのね柵からね透けて出てきちゃうんでよし。じゃあ羊小屋作っていこう。どんな建物がいいんだろうな。やっぱ羊の毛を刈りやすい建物がいいよね。いやーちょっと頑張って作っていこうと思います。よし。鉄を2つでハサミを作ると、よいしょ、できたんですよ。今ちょっと雨が、あんなところに狙って、えい、あ、倒せたっぽい。今回この丸っこい家にしてみました。どうでしょう、相変わらずダサいでしょう。でこんな風に羊を中に入れてあります。ちょっと今増やしたばっかりなんで赤ちゃんがたくさんいるんですけども、ここのボタンを押して、こういう風に周りに羊を寄せてこう切っていこうみたいなことです。よし。本当はねもっと効率のいい建物があるんですけど、ちょっと今回は丸っこい建物が作ってみたくて、そういうのやってるうちにこんな効率の悪い感じにはなってしまったんですけど、まあこうやって切っていって、まあ、取れるんですけど、取れないやつはこの周りに地面に植えてあるホッパーで回収しようという作戦です。だからここにこういう風に溜まっていくと思います。よし、できた。ここですくすくとみんな育ってくれるでしょう。よっしゃ、じゃあ作っていきましょうかね。よいしょ、この辺でいいかな。じゃあここに作っていきます。水を流す。とりあえず8マス流して、サトウキビを植えます。いや、よいしょ、よいしょ。じゃあこのサトウキビが3段目の高さまで育ったら回収できるという装置を作ります。ここに置いて粘着ピースを置いて、よいしょ、こんな形に置きます。よいしょ。じゃあレッドストーントーチを置いて、パウダー、よいしょ、レッドストーントーチを置いて、よいしょ。で、レッドストーンにリピーターでパウダーを置いて、ここに木と、よし、これで多分動くと思います。うん、動くね。よし。じゃあ次に、ここでいいか、ここに、よいしょ、パウダーとトーチを置いて、3段目だから、まあここで、よいしょ。じゃあピストンを置いて、よいしょ、ここにブロックを置くと、まあこれはここのピストンに関しては普通のピストンでもいいよね。
よいしょ。多分いいんだと思います。で、またここに置くと。で、さらにこう置くと。そしたら、この後ろも一列置いてあって。よいしょ。リピーターを設置してあると。で、さらにこれをつなげる。よいしょ。これで一応できたかな。ちょっとここにガラス置いていこうか。ガラスまだあるかな。ガラスがないぞ。ダメージいいね。よし、ガラスはとりあえずこんなもんでいいか。多分まだいると思うけど、ちょっとこれでいこう。これでいこう、これでいこう。よし、やばい、もう2段目まで育ってる。え、俺2段目まで置いたんだっけ。おいし、じゃあとりあえずサトウキビが外に出ないように置くんだけど、このブロック、この、ピストンの横に置いてしまうとこの装置が反応してしまうので、ちょっとそれだけはやめといた方がいいと思います。っていうか置くと多分作れません。よいしょ。こんな感じで動いちゃうんで、よし、ここ2回クリックするの忘れてた。とりあえずこれで置いて、ここは大丈夫だけど、この上に乗ることないと思うけどな。一応置いとこうか、ここにね。よいしょ。で、ここにドンとテスト置いて、シフトキーを押しながら、よいしょ、うん、これでね、ここの上に流れてきたのがホッパーに入ってテストに入るってことだね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,OK。これでできたな。うん、よいしょ。で、あとはまあ建物で加工なりすればこの回路とかも見えなくなるんでいいと思います。一応形的にはよいしょ。どっからなのか見えますか。ここのサトウキビが3段目まで育つとこういう風に動いて、ピストンが動いてこういう風に流れると。で、こういう地面とかに結構こぼれたりするんで、まあそれは諦めるとして、よいしょ、まあ、これで一応完成ですね。そしたらここにピストンからこう出た、ピストンから出たじゃない、ピストンが押し出したサトウキビがこう流れたホッパーでこのテストの中に入ると。いやー、できた。それでは今回は、サトウキビの自動収穫装置と羊小屋の製作でした。今回もご視聴いただきありがとうございました。ここ建物で加工。